派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法改正について自民党は公明党との改正案提出を断念自民単独での提出へ会計検査院がマイナンバーでの情報紹介について分析行政手続きのおよそ4割利用なし スロバキア、フィツオ首相、銃で撃たれ病院に搬送、撃ったとみられる人物を拘束。岐阜県のリニア中央新幹線、トンネル掘削工事の周辺で、井戸や溜池など、相次いで水位が低下。有明海の養殖乗り、独占禁止法違反で、佐賀、熊本の漁業団体に排除命令。 さて、まずは、西日本新聞一面からですが、自民党は、昨日、パーティー券購入者名の公開基準額を、まあ、今の20万円を超えるっていうところから、10万円を超えたら公開っていうふうに引き下げる条文案を公明党の実務者に提示した。 でも公明党は5万円を超えたらというところを求めていたんですが譲らなかったということでえこれで自公なかなか合意できず自民党はまあ単独でのこの 改正案を提出すするとといううことになりそうです政策活動費の方もですね項目別の公開として明細書の義務付けを主張する公明党は難色を示してこちらも賛否を回答しなかったと賛成とも否定とも言わなかったということなんですねちょっとこの辺りで自民と公明党でずれがあって、ね、これがまあ今後 解散総選挙なんてなった時にね、どういうふうにこう連携取っていくのか、ちょっと、うん、公明党としては、ここでしっかり自分たちのこう事情作用を働かせてね、うねそうですね、ね<あ>、改めていくんだっていう姿勢を自民党に示してもらわないと、あの、前、山口代表も言ってましたけど、同じ穴の無地だと思われたくないっていうね、<laughs> ねそういうことをね、ねありますよね。ということで、この自民党の、まあ、 指定自治金規制法改正案に関しては単独での提出ということになりそうです。はい。さて、続いて、えー、朝日新聞の一面からですが、はい、マイナンバーシステムで自動手当や介護保険申請などの手続きを簡略化する機能の活用状況について、どれぐらい使ってるのか、活用されてるのかっていうことを会計検査院が調べました。はい。昨日。全国の自治体を対象に調査した結果を、えー、昨日発表しました。 システムが提供しているのがね、1258の機能あるんですね。はい。そのうち、半分以上の自治体が活用したのは、年金申請などの33の機能。え ?1258 あるうちの33の機能だけ。つまり3%ほど。全然使われてない。はい、機能してないってことですね。そうで 485の機能については全く使われていなかった、はあ、ということが分かったんですね。はあ、まあ政府としてはマイナーシステムで国民の利便性向上、そして行政の効率化を図るってしてきたわけですけども実態は伴っていなかったことが分かったということです。で、このシステム活用の低迷の背景には、えー、検査員によると自治体側の体制の不備、 そして最新情報の反映が遅いシステム自体の問題もあるということなんですね。で、困るのはこれによって住民に本来なくなるはずだった負担が生じてしまうっていうことなんですね。えー、例えば退職しますよね。はい、そうすると国民保険 国民健康保険に関する手続きをしなきゃいけないわけですけども、はい、およそ220万人がそのシステムを使わずに、紙の証明書の提出を求められていた。結局わざわしい紙で書かなきゃいけないっていう。うそれがマイナンバーカードになったら楽になるんじゃないのっていうところが、結局こういうわざわしさとか、あとね、難病患者の方の、への給付金に関する申請も取得が 有料の紙の課税証明書を求めたケースも見られたっていう。こういうふうにこう、うん、結局国民にも負担が生じてしまってるっていうのは問題ですよね。ちゃんとシステムが整ってから、うん、もうあの、 制度をね、導入するっていうふうにしても遅くなかったのに、ね。まあ、のの急いだがためにこういうふうな不備も明らかになっているっていうことで、やっぱりデジタル庁なども、やっぱり改善をね、していかないといけませんよね。ねはい、さてえ、海外のニュースです。ソロバキアの中部ハンドロバで15日、フィツオ首相が銃撃され病院に搬送されました。現地メディアは、 腹部、お腹のあたりを打たれて負傷したと伝えているということです。搬送時には意識はあったものの、容態は危ういということです。発砲したとみられる男はその場で取り押さえられたということです。政府は暗殺が試みられたとの見方を示しております。うん、フィッツオ首相は昨年の10月に3度目となる首相に就任しておりまして、ウクライナへの武器支援停止を表明するなど、ロシア寄りで強硬な政治姿勢で知られております。えー、その状態、はあ 相手はね、心配さされますさて、えー、続いてはです、ね、リニアに関してそれが影響して水位が低下しているというニュースーこちらも朝日新聞一面ですがリニア中央新幹線のトンネル掘削工事が近くで進む岐阜県で。 大久手地区というところの井戸やため池などで水位の低下が相次いでいることが分かったとで JR 東海は14か所で水位の低下を確認しトンネル工事による水湧水湧き水とか湧、はい、水が原因と見ているということなんですね、まあ、リニアは工事区間のうち86%がトンネル区間となっているということで、まあ、この工事の影響がこういうところにも出ているということです ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。